この問題はビッグモーターが修理の依頼を受け車を預かった際、車体にわざと傷をつけるなどして不必要な修理を行い、修理費用を水増しし、損害保険会社に不正に保険金を請求していたものです。国土交通省はきょう、県内の下関営業所、宇部営業所、周南営業所を含む全国34店舗の整備工場について、道路運送車両法に基づき立ち入り検査を行いました。道路運送車両法では、依頼されていない整備料金を請求することなどを禁じていて、違法性を判断するための事実確認を進めるものとみられています。ビッグモーターが立ち上げた専門家などによる特別調査委員会の報告書によると、車を傷つける行為では、工具のドライバーで引っかいたり、ろうそくや紙やすりでこすったような傷をつけたりしていたということです。県内には8つの店舗があり、このうち3店舗での調査による検証件数と、そのうちの不適切案件は、下関営業所が45件のうち11件、宇部営業所が66件のうち24件、周南営業所が69件のうち21件となっています。黙祷を捧げたのは、萩市の田中市長や市の幹部たちです。萩市では山口島根豪雨の経験と教訓を風化させることなく後世に継承するため、災害の翌年から7月28日を萩市民防災の日と定め、記念式典を行っています。平成25年防災・減災は行政だけではなく、市民一人一人が関心を持ち行動することが最も重要となります。市民の命を守るため、本日の萩市民防災の日を契機として、市民の防災意識がさらに向上することを期待し、私の式辞といたします。2013年7月28日の山口島根豪雨で、県内では2人が亡くなったほか、1人が今も行方不明のままで、住宅被害は全壊が32棟、半壊が508棟に上りました。また今日は、萩市と飲食業者が加盟する県飲食業生活衛生同業組合萩支部が包括連携協定を結びました。災害時におきましては、いち早く駆けつけまして、炊き出しのこととか、あとまた、市が行うさまざまな、食に関するイベントで、地域を盛り上げていきたい、そういうふうにも考えております。協定には災害時の避難者に対する炊き出しを行ったり、避難所で弁当を提供したりすることが盛り込まれています。今日の平和に感謝しつつ、死死孫孫に至るまで幸せが続くことを念願して、柳井市伊家地平和の日に記された言葉です。今から78年前、1945年の今日7月28日、ここ伊家地にアメリカ軍の爆撃機ロンサムレディ号が墜落、搭乗員9人のうち6人が捕虜として広島に送られ原爆で亡くなりました。平和の日は彼らを慰霊するため建てられました。一応は物語変わらないと思うんですけども、それはもう東京に連行されて無事だった。でここ伊家地に住む竹永正則さん72歳、長年ロンサムレディ号について調べてきました。竹永さんは今年1月、自身が集めたものや仲間から寄せられた資料を展示しようと、施設の平和記念館を開設しました。森先生とのお付き合いが始まってもう25年ぐらい経つんですけども、いろいろ地元の方からお話を聞いたり、資料も集まってきましてですね、これはなんとか一箇所にまとめてね、置いて、また皆さんにね、見ていただけるような場所を作りたいとは常々思ってました。森先生とは、自身被爆者で歴史研究家の森重明さん、
2016年5月、当時のオバマ大統領が広島で抱擁したその人です。森さんの調査で、アメリカ兵捕虜が原爆で亡くなったことが明らかになりました。イカチに墜落し、その後、自分の国の原爆で亡くなったアメリカ兵がいる。そんな史実を語り継ごうと、竹永さんは森さんとの交流を重ね、記念館を立ち上げたのです。このことを次の世代にね、やっぱり伝えていくことが大事じゃないかと思っています。ロンサムレディ号が墜落した今日7月28日、広島から森重明さんが伊香地へと駆けつけました。竹永さんらが地元でレディー号の搭乗員らの史実に迫ったアメリカのドキュメンタリー映画ペーパーランタンの上映会を企画したのです。中学校、高等学校、いつも彼らは大変な思いをしたのは間違いないので、だからそういうことを考えると、この7月28日は彼らにとっても忘れることができないし、私のように後から慰霊碑を作った人間にも決して忘れることのない大変な日だったというふうに今さら思います。上映会にはおよそ100人が集まり、78年前の今日7月28日、そして8月6日に思いを馳せました。今の戦争している現在がありますよね。それがとっても心にどうしてやめようという声が出ないのかっていうのがとても不思議で、みんなが意識をまた平和というキーワードをもとに考えていきたいな、考えていければいいなと思います。はい、その当時の方がだんだんよくねご存知の方がどんどん亡くなっていって、その伝承者がいなくなるというか、それは広島の原爆の、ね、現地でもそうでしょうし、伊香地でもその証言をされる方っていうのはだんだん少なくなって、これをやっぱり伝えていくっていうことはね、とても大切なことだと思います。7月28日、忘れてはならない山口に刻まれた記憶の1ページです。国内最大級の音響水槽を備え、水中ドローンの試験などが行われる岩国海洋環境試験評価サテライトは、政府関係機関の地方移転の一つとして防衛装備庁がおととし岩国市に整備しました。今日は防衛装備庁の協力で岩国市と教育委員会が市内に住む小学生を対象に科学工作教室を開きました。ストローから流れ出る水の力で進む船を紙コップなど身近にあるものを材料に作り、小型のプールで走らせます。すごい。児童は紙コップの数やストローの位置を工夫し、より遠くまで進む船の工作に取り組んでいました。バランス取るのとか、早く進ませるのとかがいろいろ倒れたりして難しかったから、家でもっと改良してみようかなって思いました。この防衛装備庁のサテライトでは去年、水中ロボット競技の全国大会が開かれるなど、民間の利用も進んでいます。